はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。はい、カンボジア首都プノンペンはロックダウンに入りまして18日目の2021年5月2日になります。日曜日になります。はい、ジェット谷もですね、イエローゾーンのところでね、行けるところをね、プノンペン市内をね、回ってみてます。ただいまはね、イオン2のところに来ております。はい、本日の、ロックダウン18日目の、ね、カンボジアの様子をお伝えしたいと思います。朝自宅を出発しますと、トゥクトゥクに人が集まってましたから見ますと、なんとですね、トゥクトゥクが移動で、生鮮品食品の売り場の移動車になっているということでね、なかなかみんなね、この不況下でもね、仕事頑張るなと思って、ね、こういう姿はね、特にね、大好きですね。はい、見てましたらね、ご主人とね、奥さん2人でね、やってる形でした。はい、私ね、こういう本当好きですね。明るいです。ピースしてくれてですね、頑張ってください、本当に。はい、リバーサイドね、走らせました。リバーサイドね、前回もご紹介した通りね、ロープがね張られて入れなくなってます。ここオールド、マーケットのところですけどもね、北側から見てもね、ここやはり遮断されてます。これがね、先日これもご紹介しましたね、移動ね、食料品売りバスですね。はい、中ね、これ入ることできません。非常にね、こう厳しいね、警戒されております。はい、こちらオールドマーケットの南側です。はい、マーケットも、マーケット一部ね、この道路沿いの店だけがね、もう露店みたいな形で開いておりますね。なかなかこれ生活本当これ大変だと思います、カンボジアの方々ですけども。はい、ここから南に下がりましてね、セントラルマーケットの前も通ってみました。はい、ここもね、封鎖されておりますね。観光地でしたからね。はい、空港通りね、車をね、走らせてみました。はい、ここね、大学の前ですね。皆さんね、ご存知かと思います。はい、これね、韓国の、プロジェクトようやく立ったですけどね、もうカラフルな色だと思います。ここね、ロイヤルプノンペン、ホスピタルの、ね、前あたりです。はい、空港まではね、何らね、問題なくね、車移動することできます。はい、平日ですけどもね、車そんなに走ってませんので、ね、空港までね、もうわずかの時間でね、来ることができました。はい、空港まではね、全然問題がないんだなということがね、今回の、規制緩和でね、分かりました。はい、ただし、空港に行くまでの道の間はほとんどがこうロープを張られて、特にね、空港近辺の辺はね、非常に警戒エリアだということです。はい、このロープの手前のところでデリバリーの荷物を受け取るという形でした。はい、こういうね、デリバリーの荷物をね、取りに来たんだと思います。このバイクの方もですね、ちょっとね、子犬が売ってたんでね、可愛かったんで取りました。でもこれ、カンボジアこれ狂犬病の注射売ってないからですね、犬飼うの怖いなっていうのはね、ありますね。はい、でもこれ可愛いんで、なんかシベリアハスキーがなんかね、ここ人気あるみたいなやつ最近。はい、であとね、この空港の、からロイヤルプノンペン病院の手前ぐらいのところがね、これミリタリーショップといいますか、まあ軍隊とか警察のですね、制服とかをね、作ってる店になります。はい、こういうのね、好きな方いらっしゃると思いますのでね、カメラにね、収めてみました。私あんまり全然興味ないんですけどもね。はい、こんな形でね、売っております。はい、イオン2の方にね、向かってみることにしました。はい、これ踏切のこのエリアで、ね、踏切がね、これ封鎖されてますがね、鉄道も動いてないということですね。このエリアだけでね、なんかね、前日に120人ぐらいが感染者出たというちょっとこうエリアね、重要ね、深刻な、ね、エリアだと思います。はい、イオン2のところ来ました。はい、で少し、ね、びっくりしたのがですね、イオン2の前の、これ結婚式場だったと思うんです。ここがもう集団、ね、の感染者を、ね、こう隔離するエリアになってます。これ多分ね、身内の方が、ね、荷物を届けに来てる方がこう整理で並ばされているような形です。はい、で少し、ね、中見てみますと、多分これは中で働いている方たちの、仮設住宅じゃないかなと思います。はい、こういうの見ますとね、冒険困りとね、こういうの感じれないですけどね、やはりちょっと郊外の方がね、大変のような感じです。はい、イオン2の中入ってました。ここね、週末はね、いっぱいの人なんですけどもね、もうね、全然人がいませんね。はい、なんかこうね、散歩するにはね、非常にいいんですけども、ただもう座るところがないので、でね、だからね、ちょっとね、こうイオン2広いので大変ですね。はい、私ちょっとね、スポーツ店にね、寄ってみました。ここなんかね、格闘技グッズがあるんでね、ちょっと楽しませてもらいました。こんな薄いグループで総合やってるの、これ素手より効くやつだ、これ、ね、12オンスの、ボクシングローブと総合のグローブをね、買いました。
はい、引き続き、イオン2の、ね、中を、ね、見てみたいと思います。はい、ショップのところにはやはりね、さすがにね、あの人があんまりいませんでした。はい、ただね、食料品売り場のところになりますとね、あのお客様の方が あの見かける、ね、あのことがすごくできましたね。お買い物している方ね、あのたくさんいらっしゃいました。はい、残念ながらね、ソフトクリームはこれ販売、ね、しておりませんでした。はい、で、あのイオン2の方はね、これ惣菜売り場の方があのこうクローズになっているので、非常に少し、ね、残念だと思いました。はい、で、このグローバルホームという、ね、あのタイの資本なんですけども、できた、ね、ホームセンターに私行ってきました。もうできて3年目だったんですけど、今回私ね、これ初めて行こうとできました。大きさにね、あの驚いてしまいました。はい、こういう、ね、ホームセンターができてくると非常に便利ですよね。あの少し、ね、家のもののね、ファニチャーとかですね、あの取り付けするもの、またね、そういう工具とかはね、売ってます。またリペアとかもね、できますからね、非常に便利になります。こういうのはね、あのいろんなところでできてきたらね、カンボジアの生活ね、より良く、ね、なってくると思います。まあ、品質の方はね、安いんですけども、どうかなっていう感じですね。はい、あのカーテンとかでもね、あの販売されております。お皿等はね、非常に安くてね、いいなと思いました。はい、私こう自動にね、手が消毒できる機械を、ね、買って帰りました。はい、トゥール航空に向かいました。はい、トゥール航空は感染者数が多いということで、非常にね、これあの隔離がね、あの厳重にされているエリアです。私ってここ、ね、中心地に帰ったのは通り道で通ろうと思ったら車が多かったですから、行けるのかなという形で行ったんですけども、はい、警察の方に私ってこれ通れますかっていう方がね、右手見てくださいって警察が、まあ、あれもあれダメだっていう形で言われました。はい、でよそのところからですね、トゥール航空入ってね、ちょっと動画回そうかなと思ったんですけども、ひょっとして間違ったところに入って、そこから出れなくなったら大変だということでね、もう諦めてね、帰ることにしました。元の家戻ってですけども、はい、非常にね、あのイオン2にまでは行けますけどね、そこまでの、ね、封鎖が非常に激しいです。はい、オリンピアシティに行ってきました。はい、オリンピアシティのところも今現在ね、あの入ることはできます。はい、ただしこの周辺部も、オレンジゾーンかな、レッドゾーンかな、忘れましたけども、はい、感染者数が多いところで、はい、少し、ね、やっぱり路地入って、まあ、森も一人抜けようかなと思ったらですね、やはり閉鎖線がありました。はい、ここ右曲がったらね、また封鎖されてたので、こう U ターンするという形になりました。はい、もう一度、ね、今度ね、あの長ワールドからアイランドの方に向かって見てみます。はい、独立記念塔のところをね、下って、ここをね、左折していきます。はい、これね、長ワールドになります。カジノになりますね。あの車がね、もうほとんど通っておりません。はい、ですね、前回ね、あのアイランド入るのね、なかったんですけども、こちら外回りから行くと、ぐるっと回れるかなと思ったんですけど、やっぱりダメだから、ここでね、 U ターンしろということでね、出されてしまうことになりました。はい、島の手前のね、ところから、まあ、イオンの方を回ってみようかなと思います。はい、ここがちょうどですね、イオンの南側のとこですよね。あのこれローズタウンというところあたりがあるところです。このあたりはね、今ね、大丈夫みたいです。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしくはチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。カンボジア首都プノンペンはロックダウン18日目になります。